今回、KK は、久しぶりに KM 子さんに会うので、ドタバタして、イントロを取り忘れたそうです。バカじゃないの？ちょっとピザ食べる？ガパオライスとかもあるんだ。ガパオライスとかもあるんだね。なんか来そうだよね、ガパオ。うん、あのほらタイ料理のレストランがすぐそこにあって、うん、そこほらそこがその魚屋さんか、うん、そこたまに行くの。うん、屋台だからどうなのか。なんかねでもね冷房が効いてないのそこ。僕はこの間来ただから、うん、それをもう調べてたんで。なるほど、食べ物メニューは。ピザかタコライスかガパオライス、うん、まあ半々わけわけだったらそんなたまんないかな。どっちにする？うん、ピザにする？いいよ、しらすでピザにしてその串の 6本にして、であといぶりがっこにしようか。すいません、いぶりがっこのクリームチーズとあとシラスのイカチョビピザ、はい、あと串の、6本全部盛り合わせていただいて、はい、すいません、はい、お願いします。ピザが、はい、いつも使ってるピザが手に入らなくなって、はい、1600円で書いてあるんですけど、はい、ちょっと安かったの1200円で。あ、そうですか。それは正直にありがとうございます。すいません、はい、戦争の影響とかで、ね、あ、なるほど、そういうことですよね。小麦粉は特にね、ウクライナのあれで、はい、ありがとうございます、すいません、お願いします。いいっす。グラスも冷えてるね。いいね、いいね、ありがとうございます。ありがとうございます。え、どうする、サラダ食う？何？イイダコとイカ、タコにする？イカにする？タコとイカはあれだよ、うん、元気になるんだよ。それ込みで2本ぐらい減らすと6本入れても大丈夫です。じゃあその2本減らしてその6本にしていただいて、あとなんかまた後で、あ、ここにもあるんだ。あ、ごめんなさい、俺見てなかった。春菊のおひたしだけもらっといていいですか？はい、すいません。はい、すみません、お願いします。春菊はほら、体に良いので、うん、春菊食べてもいいよ、はい、体に良いから多分。あ、ごめん、このまま取った？ん？いや、いい、大丈夫、大丈夫。本当？ごめん。別盛りで取れてるから大丈夫。気にしないでください、ごめん。
見すぎてるからね。あ、でも美味しい。あ、本当だ、うん、ちゃんと苦味が残ってていいね、うんうん、まさハイボールをジョニーウォッカーのブラックで、はい、2つもらっていいですか。はい、すいません。飲みやすいね、すごく。食べやすいね、このままね、うん、あ、動画で撮れてます。もう一回でいいですか、すみません、はい、どうぞ。こちらから赤エビ、イカ、はい、イイダコ、はい、カツオ、ホタテ、サバ、ありがとうございます、すみません、はい、あ、そうだな、ありがとうございます。これタコでしょ、うん、うん、大阪行ったけどたこ焼きも食べてないし、このお好み焼きも食べてない。ホルモン焼きとか、うんうん、美味しい、うん、食べやすい、ほら、バリバリバリって1枚あるとちょっとさ、うん、あの途中で置くのもあれじゃない、うん、これだとちょうどいいね、うん、食べやすい。手に浮いたしみたいな、柔らかいね、うん、で、なんかね、隣のお店が火事になっちゃって、うん、そういう巡業無形文化財まで行かないけど、うん、すごい古い建物だったのが、うん、もらい火で焼けちゃって、うん、半年どころか1年ぐらい住んでたのかな、うんうん、でもなんかクラウドファウンディングで、うんうん、お店を修復して、うん、この間やっと 再開しましたってなんかご連絡いただいて、うん、じゃあ今度行きますって楽しそうなんかね、動画で使ってるってお店で、はい、サキイカ、はい、あのいわゆるあのおつまみのサキイカを、はいはい、ペースト状にしてソースを作って、あ、なるほど、サキイカとニンニクで作ってで、アンチョビじゃないけどイカチョビです。あ、なるほど、造語なんですね。そうなんですね。アンチョビっぽくこうサキイカを調理して、はい、それをペースト状にして、へー、なるほど、どこから考えたのそれってこう、あ、じゃあもうすごいね。なんか元々なんかオーナーが7年前にこの店始めてるんですけど、最初飲食完全初めてはい、なんでもう料理とかの概念もないんで、なんか結構それもすごいアイディアをやってて、はい、最初なんか一夜干しを使ってやってたんですけど、なんか僕が入った時あんま美味しくないと思って
ちょっと面白いからなんかスキーカーとか使ってみようよみたいな。でいろんなイカのなんか欲しいものってあるんで、なんかいろんなの試したりとか。はい。このサキイカの感じいいな。なるほどね、サキイカってね、加工品だから、なるほど。いわゆるスーパーとかで売ってるあの、はい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 。イカのやっぱり香りする。する？サキイカ。うん、あでも食べやすい。うん。うん、生地が今までと違うんだ。それも全然いいけどね、クリスピーでね。あ、でもイカの香りする。ね。サキイカの。ね。うん。全体の味濃いね。うん。だから、お酒に合わせるようになってるんだね。まさにこのことだ。食べましたけどね。いやとんでもない、美味しかったです。ちょっと変わったねお店でしたけど、美味しかったです。降ってないよ、降ってないよ。降ってない、ありがとうございます。いや逆に僕に傘差すと大変ですよ、背が高いんで。ありがとうございました。ごちそうさまでした。